続いてタイプ7の解説いきたいと思います。タイプ7では SM と全化式っていう風なパターンになっています。もう見た目そのままですが、全化式の中に SL が入っています。そんな形です。この間の中間テストっていうか、今日は追試やから皆さんさすがに頭の中に入ってる人いると思うんですけど、SL っていうのが情報として与えられているときって、すぐさま思いつかないといけないことが2つあったはずです。何と何やったの？ S1 個目。何？ SM？ なんでなんで？ S？ 1が A1 になるってことやな。そうですね、これめっちゃ重要です。あともう1個、何やったって？覚えてます？ SL って初項から順に A の N まで足したものが SM でしょ。それの省略記号ですね、 SM っていうのは。 SN-1 っていうのは A の1からこの AL の1個手前の N-1 番目までを足したものですよね。それが SN-1 です。で、問題は、前の中間では SM の情報をあげるから AN を求めてよっていう風な状態だと思うんだけども、そう、これが求めたいものだったので、こいつだけを求めるためにどうしたらいいの？引いたらええやん。引いたら、ここ全部共通で同じものやねんから、相殺して消えてゼロになりませんか？一方、左辺は SN-SN-1。落ちてきて、プラス AN。ほら、AN 求められるじゃない。SN の式をずらして引き算すれば AN が求められるじゃないっていうふうな問題といたよね。これ、この考え方身につけとかなあかんでっていうことやったんですが、もう一個大事なことを忘れてます。はい、そうですね。N が2以上です。今日の追試でも必ず書いてもらいますが、多分書いてこないですね。書いてこないんですよ。今日も出るぜ。だって数字書いてなきゃ出てないもん。だから出るんですよ。今日も出るけど、君たちはやっぱり N が2以上で書いてこない。なんでですか？病気だからです。はい、病気なんで自覚しないと治りませんね。N が2以上じゃないと、そもそもこの引き算ができません。なんでなんやろ？当たり前やけど、1代入やったら S1 引く、S0 ってなってまう。S0 なんていうものを定義されてないからです。ここの添え字に入るものは自然数以上じゃないといけない。1以上じゃないといけないっていうルールがあるので、だから、どうしようもないから、じゃあ2入れるしかないやん。2からしか入れられへんやん。だから2以上なんですよ。まあそういう都合があるんですよね。なので、N が2以上っていうことなんですが、ちょっとさ、めんどくさいよね。これやっぱ書くのね。N が2以上って書くのめんどくさいよね。そこで、こんな風に、ちょっと、アレンジしてみます。いくで。N の部分を N たす1にアレンジしてみます。そうすると、N たす1引く1やから、N やな。AN じゃなくて、N たす1になるな。そう、N たす1番目までの和から N 番目までの和を引けば、さっきと同じ理論でここに N たす1番目だけが残るからボトッと落ちてくるのは N たす1番目になりますね。しかもこいつのメリットは何かというと、ここが N たす1になるってことは、移行してあげたら N は1以上になるの分かりますか？ N が1以上って当たり前でしょ。だって N って1、2、3、4、5って入る自然数ですよっていう定義なんだから、2以上なんだから書かなあかんかって、1の時は分かんだ、だから2以上って書かなあかんかったけど、 N が1以上なんやったらこれ書く必要ないですね。ってことで、全化式ではお前らさっきまでずっとやったのは N たす1番目とかと N 番目の関係式で出てきても何も怖くないじゃない。やっていたのは隣接2交換とか隣接3交換までやってたんですよ。つまり AN と AN たす1の関係式になっても全然怖くないので、こっち側をあの使って問題解いてみたらどうやろうかということで、ポイントはこうです。なんだっていうのを使いなさい。これを使え、よろしい。はい、ってことでやってみたいなと思います。いくで。じゃあ、括弧の1番。A1 は何でしょうって言われています。これわざわざこうやって階段設けてくれてるだけ。A1 は何でしょう？あ、そっか。ポイントの S1 イコール A1 っていうのはいつだって使えることですから、全化式としてこう与えられたのであれば、N に1を代入してみます。N に1を代入してみると、はい、式見てね。1代入したら S1 イコール 2A1 プラス3になりますね。1代入したらなりますよね。いやいや、でもさ S1 って A1 やで。ポイントですよね。
S1 って A1 自身ですよね。ってことは、あれ A1 って方程式になってるから解けるやん。わかります？ 2A1 をこっちに移行したら、マイナス A1 イコール3になりませんか？つまり、ここでいきなり A1 はマイナス3と求めてやることができます。一瞬で A1 出てくる。でも、これ忘れるんですよね。S1 イコール A1 である。忘れないポイントです。SN と AN との関係式は、まず1代入して A1 を求めなさい。OK。これが1つ。じゃあ続いて2番です。2番では AN を求めなさいとなっているんですが、はい、ポイントの2つ目発動させようか。SN たす1マイナス SN は AN たす1っていうのは使っていいんだ。与えられているのは全化式 SN イコール 2AN プラス 3N なんですが、SN たす1っていう記号を使えば AN たす1に変身することができますが、こいつのこの式をこう進化させて書いたらどうでしょう。N に N たす1代入ですね。代入した形を書いてあげる。そして、その式と SN を引いたらってことですから、元の SN の式を書いてあげる。はい、感覚わかりますか？次何するんですか？え？何するの？引くんですよ。だから縦に書いたんです。引いてあげます。引いたら、どんなことが起こるの？SN たす1引く SN になって、2AN+1-AN となって、最後はプラス3が残るかな。大丈夫？はい、ポイント発動です。こいつは何じゃ？はい、AN+1。大丈夫？ポイントに書いて。AN+1 ですね。従って、AN たす1が2倍の AN たす1マイナス AN プラス3です。この全化式ならお前ら解けなあかん。これ意味わかります？ SN が入ってて普段と全然違う全化式やったんやけども、ポイントをうまく使うことによっていいですか？ほら、SN なくなったよ。SN なくなって AN と AN たす1の全化式になりましたよ。これは今まで習ったどれかのタイプに必ずなっているはずだって思ってみればいいんです。どのタイプなんや？ちょっと整理した方が良さそうですね。どのタイプなんでしょう？移行しようか。2AN たす1から AN たす1引いて AN たす1を消して移行して2倍の AN マイナス3ぐらいの3分。今回で終わりかな。2AN たす1以外は全部向こうに行きなさいと向こう行って、じゃああなたこっち来なさいってやって引いたら、2AN たす1から AN たす1で AN たす1になります、ね。で、こいつら全員こっち行きますから、2倍されているので 2AN。こいつはそのままプラス3やけど向こう行ったので参ります。ってことですね。という形で書きました。これ何型？特殊解型？いやね。解ける形。はい、ってことで、あとはアルファと置いて解いていけばいいわけでしょ。アルファは何個かな？アルファは何個や？3ですね。はい、よって変形すると。AN たす1、マイナス3イコール2倍の AN マイナス3ですね。はい、通り型に無事成長しましたので、よって。AN マイナス3イコール。初項かける2の n 引く1乗変身しますね。よって n は止められる。 s1 はじゃあ a1 はマイナス13か。マイナス3引く3でマイナス6。マイナス6かける2の n 引く1乗プラス3ですね。これちょっと答えとしてふさわしくないです。何かできるからですが、何できるんでしょう。はい、そうですね。6の中から2吸収するべきやな。でその方が綺麗になるでしょ。2、お前こっち来いよということでこっち引っ張ります。そしたら N-1 個やったら何個になるの？ N 個になるな。ってことでマイナス 3×2 の N 乗プラス3の方が綺麗かなと思います。これでおしまいです。ね、一応まあ、あのプラスアルファで喋っておくと、もしも SN から SN-1 引いたら AN っていうのしか使いたくないんですっていう人、それでも解けちゃいます。大丈夫です、解けるんですが、
N が2以上じゃないとそれが使えない。この公式使いたかったら、ね、N が2以上じゃないと使えなくなっちゃいます。だから弱点抱えてるので、あの最後に N1 のチェックせな。つまりあのこっちの方が道でボコボコになっちゃうから、多分1個格上げして N が1以上で掛かんでもいい状態にしてやった方がお前らと吹いちゃうかなというふうに思います。じゃあレビューの方やってみてください。